今回ですね、沖縄ブースなんですけども、各、沖縄県内にある市町村の皆様、そして団体の皆様と一緒に、テーマを、50周年、本土復帰50周年といたしまして、沖縄のですね、伝統的な、歴史、文化、そして自然ですね、そういう沖縄の本質的な魅力、そこから、50周年を通して未来につなげる、沖縄といったところを大きな、テーマにですね、今回、ブースを沖縄ブースとして、プロモーションさせていただいております。沖縄の中にあるですね、数々の、島あるんですけども、沖縄本島から言うと、地域によってさまざまな魅力がありますし、昨年で言うと昨年7月に、世界自然遺産に登録されましたやんばるの沖縄北部のやんばるの地域ですとか、あとは離島ですね、さまざま宮古、石垣、八重山、久米島ですね、いろんな、あとは沖縄本島の周辺にあるさまざまな魅力のある島々もたくさんありますので、ぜひ皆様も沖縄にですね、お越しいただいて、そういった魅力も感じていただければなと思っております。